日本人の覚醒が世界を変える雨土屋坂塾塾長、えー、ゴーゴンマルヒコの神社で願い事を叶えるシリーズ、えー、最終回今日は12回目のお話になります神社でね願い事を叶える時のセオリーがあるんだよねそれはどういうことかっていうとねだいたい有効期限がね1年以内と考えた方がいいんです えー、ということはじゃあもっとね、えー、3年後とか5年後とか10年後の願いはどうしたらいいのかっていうと方法があるんだよねどういうことかっていうとね神社ってね、えー、基本的に願い事を叶えるためにはね、えー、毎月、えー、神社に行くとかもしくは お百度参りって言ってね100日間連続して願い事を叶えるために神社で参拝をするっていうねそういう方法があります。でこれはねどちらもね短期決戦なんだよねだから神社殿の願いっていうのはね基本的にはものすごい遠い未来のことを願ってそれを叶えたいっていう場合はちょっとね適してない部分があるわけさ。でもじゃあ えー、5年後とか10年後ねどうしたらいいのかっていうことについては方法があるんだよねこれは神社で願うというよりも古神道式の願い方がありますどういうことかというとね、えー、新月と満月にあることをするといいということなんだよねこれをね新月満月秘密の儀っていう古神道の秘技があるんですこれを私がね教えてるんだけどえー これについてちょっと解説をしますよくね、えー、新月の日に紙に願い事を書くと願いが叶うっていう風にね、えー、よく言われています女性だったらねだいたいそういうことを聞いたことがあるはずなんだけどほとんどの方の場合は新月の日に願い事を紙に書いてもね叶うことってね体験したことがある人ってのはほとんどいないはずなんだよなぜかというとそれは不完全な方法だからなんです どうやったらいいのかというと古神道式のこれ日々なんだよねだから書き方もあるし、えー、願い事をどうやって書いたらいいのかってこともあるんだよね。でこの新月に願い事を書くある方法を持って書く書き方があるそしてその書いたものを願い文って読むんだけどこの願い文をえ書くだけではなくて満月の日に何かをしなくちゃいけないんだよね。 それをやるっていうことが大事なんだよでこれをねほとんどの人はね知らないんだよねでも私にこれを教えてもらって有料なんですけど、えー、これをやった人がねまあ半数以上の人たちがちゃんと願い事を叶えてるんだよねまあすごい事例がいっぱいあります、えー、例えば、えー、もうね事業が失敗して、えー、一家離散 えー、最悪の場合は自殺しようと思っていた人が V 字回復をしたとかそれから末期がんだったお父さんの余命、えー、が伸びてお父さんが健康を回復したとかねそれから、えーまあ、夫が浮気して、えー、どうしたらいいかわからなかったんだけどそれはうまく非常にいい方向に行ったとかねそういう事例がたくさんあるんですよ。 もうびっくりするくらいの事例がもう実例がありますそれはなぜなのかというとやり方があるからなんだよねで、このやり方に関しては私が3ヶ月間まあ、徹底的にマンツーマンで指導してきますのでその方法を使っていけば個人等の技を使えばいいということなんだよ その技を使いつつ神社もしくは神棚でこの祈りをするというダブルであることによって長期的な願いが叶うということなんだよね。これをぜひ皆さんにはね覚えてもらいたいなと思います。それからねなぜ短期的なのかというとねこれもね気をつけた方がいいことで教えておくとねよくね神社でね願い事をしたのに願い事が叶ったのに。 お礼参りをしないい人ってすごく多いんだよねそうするとどうなるかっていうとね神様はせっかくあなたの願いを叶えてあげたのにお礼もないのかいっていうことでね次にね来た時にはね願いを叶えてあげるのやめたっていうねそういうことになっちゃうことにねつながっちゃうんだよね。だから 一番大事なのはまずは1ヶ月以内に願いが叶うっていうことを、えー、お願いをしてそしてその願いが叶ったらきちんとお礼参りをするということが大事だということなんだよね。ということで、えー、質問やねコメントがある方は是非、えー、コメント欄に、えー、意見をいただければと思います。えー、よかったと思う人は高評価ボタン そして、チャンネル登録をまだしてない人は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。えー、明日からまた別なシリーズをやっていきたいと思います。じゃあ、またねー